お元気ですか？ボクシミでございます。今回は2024プロ野球チップス第2弾の開封動画第6回目でございます。本来だったらですね、5袋の予定だったんですけどね、スーパーで行ってみたらですね、なんとですね、3袋しかね、置いてなかったのでね、至急3袋でやりたいと思います。ご了承ください。ではね、早速開封していきたいと思います。まずは一袋目でございます。中日ドラゴンズの大野雄大、投手でございます。広島カープの選手会長、堂林翔太、内野手でございます。続いて、二袋目でございます。で、これスターカードが出ましたね。キラカードですね。埼玉西武ライオンズの源田壮亮内野手の、これはね、スターカードキラでございます。横浜 GNA ベイスターズの佐野啓太外野手でございます。で、最後の3袋目でございます。埼玉西武ライオンズの平井克則投手でございます。で、最後もね、スターカードが出ました。阪神タイガースの村上頌樹、投手のこれキラでございます。スターカードでございます。で、以上で2024プロ野球チップス第2弾の開封動画3袋終わりたいと思います。改めましてね、本当はね、あともう2袋やりたかったんですけどね。まあ、売り切れたのでね、申し訳ございません。なおですね、今後の予定はですね、一応2箱予定しております。で、一つはですね、新作もね、予定しておりますのでね、もし、できたら、できれば、コミュニティの方にもね、あげときますのでね、よろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。